高原天皇は日本の伝説上の天皇で古事記や日本書紀において第8代の天皇とされる高齢天皇の子であり山との地において治世を行ったと伝えられるただし実際の存在や辞席については歴史的な証拠が乏しく伝説や神話の中の人物とされることが多いそのため詳細な辞席や人物像については諸説が存在する